You fall in love with someone. As a result, you come to hate yourself. If this is the case, this someone is not meant for you. This someone is not your destiny. For destiny is...話して。あの、私先輩のこと好きです。ごめんな。私やったらダメですか？後輩やからですか？っていうか、お前俺より背高いやろ。ごめんなさい。ああ、告白してくれたんやし、お礼に一つ言うてもええかな。傷つきたなかったら、自分より背の低い男好きにならん方がええよ。先輩のこと好きです。え？好きなんです。先輩の気持ち知りたくて。ごめん。俺じゃダメですか？後輩やからですか？っていうか、男の方が背低いカップルなんてカッコ悪いやん。すいません。 This dayA boy and a girl, both deeply heartbroken by love. The girl, Lisa Koizumi, though she is tall. The boy, Atsushi Otani, though he is short. The two who promise themselves.That they'll never fall in love with someone not of matching height. Who would have imagined that? These two would meet again and become their high school's old Hanshin Kyojin. No one could have. じゃあ、買ったら何してくれる？じゃあな、何でもしてあげる。買ってあげる。うま？小泉くん、こいつはそんなんじゃ起きませんよ。起こしてくれるかな。こいつを起こすにはこうすんねん。起きろアホ。あんた今私の机蹴飛ばしたやろ。こうでもせんとお前が起きひんからやろ。なんで起こすねん。顔も回れと。この二人お似合いやな。似合ってへんわ。息も合ってるし。待てへんし。ほら、偶然や。マネすんな、チビ。おい、チビ言うな、てか女。ええで、ええで、
向かってデカ言うな。紳士に向かってチビ言うな。デカが紳士や。どこがレディや。黙る小学生デカ。黙れ小林素子。悔しかったら牛乳の真珠飲む。悔しかったらカンナと身長削れ。今日からランドセルを背負え。黙れ年下。どんな年下。いや、いい加減にしないか。すいません、ええ加減にします。先生、そんなにイライラしたらカツラの中も蒸れるね。カツラじゃないって、カツラじゃないから。いとはザ・ビューティフル・サニー・デイ。それは言うたらあかんやろ。見て見ぬふりせな。え、そうなん。あー、これめっちゃかわいい。ダーリン、やっぱこっちのバッグにしてもらおうかな。ん、のーちゃんがええと思うなら俺はどっちでもええよ。ほんま、嬉しい、ありがとう。中尾くん、そうやってすぐ貢いであげたらあかんで。貢ぐってやめてよ。そうや、俺は貢いでなんかない。物を差し上げてるんや。それを貢ぐ言うねん。ちゃうもん、もらった俺にちゃんとお返しもしてんねんで。あの、どんなお返ししてるんですか。そりゃもう体でお返しや。体でお返し、体でお返し。あんたらが余計なこと言うからやろ。ご注文お決まりですか。ねえねえダーリン、試しにこれ飲んでみてや。これ、え、これは勘弁してよ。こんなん誰も頼まへんって。すいません。はい、ハワイアンダンサー。いた、真似すんなよ。は？真似したお前やろ。二人ってやっぱり似合ってますよね。どこが似合ってんねん。似合ってるかどうか試しに付き合ってみたらええんじゃん。うえ、なんで自分の身長際立たせるのやと付き合うねん。こっちこそあんたみたいなちびっこ断りや。選べる身分がデカ女。言っとくけどな、私が本気出したらすぐ彼氏なんかできるんやで。ほんならその本気見してもらおうか。ああ、見せたるわ。小泉梨沙さんの本気を見せたるわ。1週間以内に彼氏作ったれ。あんな、世の中にはできることとできんことっていうのがあんねんで。そうですよ、頼む、合格しかて。え、作戦ってどれですか。ノブちゃんやったら仕込めるやろ。お願いします。まあな、でけへんことはないねんけどな。で、どんな男がいいのよ。背の高い人がええねん。高いに越したことない。でも背高いのって結構難しいねんな。頼む、背さえ高かったらどんなんでもええから頼みます。うちの学園へようこそ。壊れてんねん。彼女さん、コンビンは。はい、どうぞ。かわいい。まさか、はい、この学校でずっと来はったんじゃないでしょうね、家から。いや、もちろんこっちまでちゃんと来ました。この学校来はったんですか。かわいいじゃない。喋り方が落ちてて。これみんなが姉ちゃんの習慣なん知ってるやろ。知らんわ。なんやねん、これ。彼女さん、コンビンはやん。これな、女が彼氏の自慢話ね。どういうところが好きなのかね、彼の。彼な、うちに頼ってくんね。頼る、うん、頼る、うん、男は女に頼るんですか。甘えてくる。どんな感じに、どんな感じに。
しずこ、1万円貸してくれやんとか、しずこ、3万円貸してくれやんとか。見てると体がとろけそうやわ。なんじゃこれ、おのろけ番組や、気色悪い。ほんまはあんた出たいんちゃうの？こんなん出たらな、一家の恥やわ。まあその前にあんたには彼氏できへんやろけどな。お姉ちゃんには言われたないです。私に彼氏おれへん言うの？あ、彼氏できたの？ご想像にお任せするわ。なんで意味深やねん、教えてよ。なんで意味深やねん。さあそれでは歌っていただきましょう。曲はプリンセスプリンセスダイヤモンド、どうぞ。高い男ゲット。いくつかのバネというわけで、こちらからたかしくんとたくみくん、どうも。おいおい、平均身長なんと190センチ。高ければ何でもええって言うたやん。確かに背は高いけど、あれはないやろ。あれはまあまあまあ、焦らんと。向こうもあと一人来る言うてたし。ほわ、じゃあそいつに期待すんで。あ、来た来た。ダイヤモンドだね、いくつかの場面。大谷、こっちこっち。君、背大きいよね。そう、大きい。大きいの。身長何センチメートルあるの？170センチですけど。じゃあさ、高校卒業する頃には3メートル超えてるかもね。ねえ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 、ねえねえ。おでさ、身長いくつだと思う？何センチメートルだと思う？いくつやろ。秘密？秘密？いいよ、バナナ触っていいよ、バナナ触っていいよ。あ、電話だ。ちょっとマイチ。あ、うん。紹介ってこんなん、何やあいつ。サブモデルは。何してんの？あんたの席はあっちやろ。あの男がまたここに戻ってきてもええんか。そんな心配いりません。じゃあええわ。うん、ここにおってください。お願いします、お願いします。はじめから素直になれや。うわ、この音。俺が言うの。そうや、じゃあ俺が言うの。私やで、俺や、私やで、俺や、俺や、俺や。何この曲。海坊主やろ。誰それ。おいらバカだと言われて生きてきて、だけども日本の荒波に揉まれて生きて、そんな俺だから今言えるのさ。見えない見えない、映らない、近くにあるのにわからない、だけどそれが恋恋レッツ恋、恋が見えない池の恋、すぐそばにすぐそばにすぐそばにあるのに気づけないもんだね。この後はどうなるの、この恋は教えたいでも言えないよ。
坊主のファンって知らんかったわ。私もやって大谷が海坊主のファンやったことに驚きやわ。なあけどさ、なんであいつら海坊主知らんの。アホやな。ほんまやな。あ、そうや、大谷の携帯とメール教えてや。なんで勘違いせんといてや。何がや。海坊主情報が入ったらそこ教え合えるやろ。おーおー、そうやな、数少ないファンやもんな。そうやろ。おっしゃ、じゃあ関谷線で送るわ。頼むわ。おっしゃ、行くで。おし、送信、受信。よし、よし、来たね。じゃあ次俺受信するわ。おし、じゃあ送信な。はいよ。はい、送信、受信。いた、来た来た。よし、おっしゃ、オッケー、完璧や。おし、小泉大変や。俺見てみ。海坊主クリスマスライブ？取れた。奇跡的にゲットできて。さすが大谷。お前は背は小さいけどギャラ男やな。はい、連れてってくださいとお願いしろ。なんでお願いせなあかんねん。あんな、お前以外に生きたやつはいっぱいおんねんぞ。誰がおんねん。クリスマス、俺と一緒に海坊主のライブ行きたいやつ。ライブ行くんや。まあ成り行きで仕方なくやな。完全にカップルやん。ちゃうって、あいつがお願いしたから行くだけや。中尾くん。神崎さん、久しぶり。うん、久しぶり。私のダーリンに何かご用かしら。あの、あつしくん、大谷くんもう帰っちゃった？大谷？いや、まだ教室いるけど、呼んどこうか。あ、大丈夫。伝言お願いできるかな。うん、いいよ。伝言って何？今度、中学の時のバスケ部のみんなでクリスマスパーティーをやるんだけど、来てほしいって伝えてもらえますか？今度って、いつ？25日です。25日？話したいこともあるから、できれば来てほしい。あー、ごめんな。大谷くん25日。あー、私ら同じクラスやからちゃんと伝えておくよ。いいさ、伝えておく。すみません、お願いします。あいつ何もんの。大谷の元カノ。大谷の元カノ。で、振ったんかな、振られたんかな。ああ、それ気になるところやんな。実はですね。ちょちょちょ、なんでお前が言うねん。あんたが喋りにくそうやからダーリンが代わりに喋ってくれてんねやろ。振られたんや。他に好きなやつができたんやって。やっぱりな。で、あいつ何の用やって。ん、ああ、25日にクリスマス同窓バスケやるからって。それと、なんか話したいことがあるから来てほしいって。何？いや、分からへんけど、前の彼氏とも別れたって噂やし。ってことは、より戻しましょうって話しちゃうん？どうなん？まだあの子のこと好きなん？そんなわけないやろ。またまた未練残ってんとちゃうの。残ってへんわ。この顔はだいぶ未練が残ってる顔ですね。だいたい動物はですね、この口元を見ればですね、気持ちがよくわかるんですよ。で、どうすんねん25日。25日はあかんわ。え、どうしてですか。だって25日はこいつと海坊主のライブに行く。行っといでや。え、気になってるんやったら行ってきた方がええよ。おい、何言ってんねん。俺意見があったら誰と行くねん。私は大丈夫やん。
あんたが彼女とより戻されへんかったの私のせいにされたらたまらんしな。それにな、私がライブ行く言うたら俺もっていう男なんかもめっちゃおんねん。ほんまかいな。ほんまやん、心配せんでええわ。ならお言葉に甘えるわ。甘えさせてるわ。結局一人で来てしまった。しかも暇すぎてめっちゃ早起きてしまった。してんねやろ。おぶちゃんは中尾くんちでセレブなクリスマスやろな。千春ちゃんは鈴木くんとファーストキッスや。そんでキスしようとしたらメガネとメガネがコツンって当たってえへって笑い合って、もう一回メガネ外して行って、あ、タイツ破れてるし、しかも血出てるやん。かっこ悪いし痛いし、なんやねんこれ。すいません。あのシャッターをしてもらっていいですか。いいですか。じゃあさ、マリリンちゃん、チーズって言ったらスマイルね。チーズって言ったらスマイル。はい、行きますよ。あのチーズって言ったら私何してんのやろ。もうすぐライブ始まんのに足痛いし、みんなラブラブやのに私だけ一人ぼっちやん。私何してんのやろ。なんかめっちゃ笑えてくるわ。あー笑える。ありがとうございました。行こう。やっと見つけたわ。何してんの。
のぶちゃんに電話もろて、お前が一人で行ったって。何しに来たん？何しにって、お前と海坊主のライブ行くに決まってるやん。よかった間に合って。元カノのとこは行かんかった。なんで？だって小泉との約束の方が先やろ。でも正直迷ったわ、けどこういうのあかんなって思って。ほんまに元カノのとこ行かんでええの？お前に借りつくんのも尺やしな。アホやな。うるさいわ。ほんまにアホや。な、お前なんで泣いてんの？泣いてないわ。おおおい、なな、お前なんで泣いてんねん。あ、血出てる。うわうわうわ、しかも破れてるし。こういうファッションやね。嘘つけや。野球行くで。大丈夫やって、もうライブ始まってしまうよ。あかん、その前に消毒や。でも行くで。何やって行くで。もしかして僕のこと好きなの？チャリ美人でございますね。何してんねん。何してんねん。テレビ見んねん。出たいわ。お姉ちゃんには無理やて。ほんまそう思う？なんやねんその含み洗い。なんやねんなあ。あんた好きな人できたやろ？そんなことないわ。何言うてんねん。もう姉ちゃんにはわかるで、あんたから恋の匂いがする。嘘、嘘やろ。新一は誰がなんて言うたってイケメンやで。さあ、それでは歌っていただきましょう。曲はパフィーで愛の印。どうぞ。Love works in mysterious ways. He was just another classmate until Lisa realized she was in love with him. Now he is a shining star. When he's in gym class.When he's eating his lunch.His omelette. When he's cleaning his classroom. When he's about to sneeze. He sneezes. Okay.
大谷先輩と彼女おる。なんか同じクラスの小泉さんと仲えらしいで。あれ彼女ちゃうやろ。だって大谷先輩より背高いもん。そうやな、自分より背高い人と付き合えやんな。やろ、オール阪神巨人みたいもんな。こんないけるって。うちでやろって言えよ。私らオール阪神巨人や。ねえねえねえ、明日さ、大谷くんも誘ってみんなで縁日行かへん？縁日？そん時にチャンス作ったるから。チャンス？なんの？大谷くんに告白するチャンスに決まってるやろ。ちょっと勘違いせんといてよ。私は大谷なんか。みんなとっくに気づいてますよ。あ、嘘？ほんまに？簡単に引っかかったな。好きなんは認めるわ。せやけど告白はあかんわ。なんで？なんでなん？私みたいなデカ女振られるに決まってるやん。そんなの分かんないじゃないですか。私とあいつの身長差はこのフォーク一本分くらいやけどな、これっぽっちが私にはめちゃめちゃでかい壁やねん。どうしても越えられへんでかい壁やねん。アホか、あんたアホってなんやねん。人が真面目によう見てみ。フォークの大きさは変わらへん、小さなもんやで。なあリサ、あんたが大谷君を好きな気持ちはそんなフォーク一本飛び越せへんぐらいのもんなんか。好きな人は好き、ただそれだけでいいちゃう？来るとめっちゃテンション上がるな。クレープにしよっかな。あ、チョコバナナもええな。いかん、このまでキュン死にしそうや。ええか、精神的に血を出すぐらいのつもりで当たんねんで。血出せばあかんやろ。精神的に言うてるやろ。もう行ってこい。うわどうしよう、もうめっちゃ食いもいっぱいあるもんな。あれやな、ちはるちゃん浴衣よう似合ってんな。似合ってる、みんなに似合ってるね。そうですか。でもなんかスースーしますよね。それな、浴衣の下って下着つけへんからな。え、そうなん？え、そうなん？はい、あの、今夜の私あ、出たね、出たね、ハナジ。大変、早くどっかで。ほら、ダーリン早く手伝って。大丈夫か？俺らも行くわ。うん、すぐ戻るから、先行っとけ。はい、ティッシュ。え、なあ
何やねんな。どないする？とりあえず来たんやから楽しむやん。そやな。よし、こっから行ったのかな。あとは成功を祈る。Before confessing love, the more a girl is enjoying the moment, the more she becomes anxious. Once she's confessed, the smile might disappear from the boy's face. Once she's confessed, she might change the world forever.やっぱ祭りはおもろいなあ。あ、金魚すくいや。なあ小泉、金魚すくいやろうや。うん、ええんちゃう。よっしゃ。いやー、はい、兄ちゃん決まってよ。おっさ、やったるで。あ、小泉、ちょっと俺すくうからさ、おわん持っててくれ。ちっちゃいの狙うんは男じゃ、一番でっかいの狙ったるわ。無理やろ。アホか、最初から無理やろって諦めてたらなんもでけへんわ。大谷があのでっかい金魚取ったら、取ったら告白しよう。もしあかんかったら、それは告白するないうことや。おお、取れた。小泉、おわ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 。ああ、破れた。はい、残念やったね。あと一歩やったのに。きっと諦めるいうことや。なんやねん、いつもの前たら即もう一回言ってたよ。そんなことないわ。どうした？おい、大谷くん。神崎、久しぶり。おう、久しぶりやな。二人？あの友達みんなで来てたんやけど、はぐれてしまったね。誰誰？この子かわいい。中学の時の同級生の大谷くん。え、大谷って元彼？彼が？ほらなあ、
年のクリスマスなんで言ってあげへんかったん？エリちゃん、いいって。なんで？ずっとそのこと気になってたんやろ。いいって。悪いから。悪いって誰に？この人に気遣ってんの？だって大谷君の彼女ちゃいますよね。エリちゃん、見たらわかるやん。大谷君より彼女の方が背高いんやで。街歩いちゃってカッコつかへんやろ。ありえへんって。彼女、こいつ俺の彼女。嘘やろ。どっちが背高かったってそんなんええやろ。お互い好きやったら誰に笑われてもええやろ。じゃあな、行こう。ごめん。なあ、さっきなんであんなこと言うたん？俺さ、バスケ始めたの理由があんねん。どんな理由？昔自分より背の高い女に振られてな、いつかそいつ見返したろう思て。始めた時チビには無理やいうやついっぱいおったわ。でも今レギュラーやで。関係ないね、身長なんて関係ない。花火や。うわぁ、めっちゃ綺麗やな。おうおうおう、大谷！なんや、あたしな、あたし大谷が好きや。あの日のことは一生忘れへん。ひ孫の代までたたっとる。一生たたっとる。お前最近ずっと怒ってるけど何があったんよ。自分の胸に聞いてみ。ハメよ思たやろ。はぁ、あ、俺がさっき自分より背高女に振られた話したからからかおうとしたな。いやいや、そういうことやなくて。嘘つけ。あぶねえ、お前が危険な女や。
いやこれは完全に冗談としか思っていませんね。この大谷さんはですね、とっても鈍感な動物なんです。しかも最悪なことにですね、彼女を全く女性として見てないってことなんですね。自分の胸に聞いてみても全然分かれへんわ。しじめー、大谷が身長が命に、しじめー、みんな怖がってるやんか。しじめー、そして苦しめなんやねん、あいつ。おい、何やってんねん、午後のが始まるで。心配せんでも今戻るわ。お前なんで泣いてんねん。泣いてへんわ。泣いてるやろ、なんで泣いてんねん。好きな人に告白したのに流されたからやろ。そうやったんか。ほんなら俺が言うてきたのか。ええわ。なんでやねん。誰や、誰に告白して。あ、そいつどこにおんねん。ここにおる。ここって私の目の前におるやないか。え、俺他に誰がおんねん。マジなん。あのさ、ちょっと考えさせてくれへん。お前の気持ち分かったから、うん、ちゃんと答え出すから。頼むわ。ここで甘っちょろい恋愛話の続きの前に大事な話だ。今度新しく購入したウルトラヘアデラックスニュータイプ X 定価45万円。これに変えてから俺がカツラであるということは誰にもバレていない。超ナチュラル。本日もそうだ。Program. It's all about the animals living on our earth. It shows birds flying south in fall. They watch the beautiful moon and brilliant stars to find their way. Some animals can do this even when there are clouds. Then the program. めっちゃ考えてんな。とりあえず気持ちは伝わったみたいやな。
グラス。それではこの後の文章から問題を出します。これわかるか、大谷。考え中です。なんでこんなのがわかんないんだ。わからないんとちゃいます。考え中です。お前最近なんか変だぞ。そんなことないっすよ。先生が言ってるんだ、なんか変だ。先生の活路こそ変ですよ。これはカツラじゃないから、変じゃないよ。セバスチャン・フォー・アン・インタレスティング・テレビジョン・プログラム・イット・アバウト・ザ・大谷君の答え出た。まだや。え、パパあいつ何日考えてんねや。ガンの便秘より長いわ。もうめっちゃ怖い。こんなんいつまで続くねん。大丈夫やってるさ。修学旅行までにはきっと出るって。どっちが。明日から行きたないわ。ほんなら私が代わりに行ったのか。お姉ちゃんが行ったらおかしいやろ。こう見えてハートと思考回路は10代のまんまやで。思考回路10代やったらあかんやろ。もう出てってや。姉ちゃんが本気出したらあんたなんか一発やで。もうやってみや。姉ちゃんの骨密度すごいで。骨密度？何言ってんねんお前。ほらかかってこいや。おお。いや好きだらけやぞ。明日から修学旅行どうしたらええねん。行ってしまったぞ。ほんまにすいません。起こしてもらうの頼んでなかったのか。家族も全員寝坊して携帯もマナーモードになってたんです。お前らは揃いも揃って。あ、お前ら。A storm of awkwardness attacked the two for the whole span of their flightIt seemed as if they were flying all the way to Brazil. Shock! Oh, what are you doing? Now, you're wasting time. Hold on. I'm going to go to Brazil.みんな一緒ですから。でも安心よミリさん。だよな、安心や安心や。うそ、起こしても起きへんから先に。嘘。
あ、はい。はい。わかりました。今どこやって？あと1時間くらいで戻るから、それまで自由行動してるやって。自由行動？二人で？どうする？どうしよう。捕まえたん私のおかげやで。せやな、誰かさんのバカ力のおかげやな。バカは余計やチビ。うっさよデカ女。ああと5分や、戻ろうか。ちょっと待てや、あそこのお土産さんちょっと見ていけ。ほな私ジュース買ってから行くわ。あ、そう、じゃあさっき行ってるわ。なんかめっちゃ楽しかった。こんなに楽しかった久しぶりやな。やっぱそうやな、大谷とは騒いでる方が楽しいわ。そうや、告白なかったことにしてもらおう。ほんなら元に戻れるわ。友達に頼まれたクマカレー見つけたから買っていこう思って。なんやクマカレー、気持ち悪い。結構趣味でうまいらしいで、うん、あれからすごい考えてんけど。何を？小泉は好きか嫌いかって言ったら好きやけど、小泉とはコンビみたいな感じでずっと付き合ってきたから、急に彼女とかそういうふうに考えられへん。ごめん。気色あれや。ごめん。やって。なんやねん、真面目な顔して。気色悪いってお前。ちょうどよかったわ。今な。私も言おうと思ってて、私が言うたこと全部残ったことにしてってな。ほんまに？ほんまや。やからもう気まずい空気なしで行こうや。小泉。あ、はよ。熊カレーでも届かれでも来いや。あ、はよ戻らんとまた置いてかれるわ。ほなな。そう、小泉。
ねえカーリサ、明日から修学旅行の内容変更や。リサとノブの食い倒れツアーすんで。あんたの脳みその中にな、大谷くんのこと考える隙与えへんぐらいに食って食って食いまくるんや。私も体重体脂肪一切気にせんと食いまくるわ。せやね、明日はやけ食いや。そうや。で、帰ったらあいつの嫌なとこいっぱい見つけたんねん。嫌なところ？よう考えたらな、あいつの嫌なとこいっぱいあんねん。どんなとこやの？授業中に白目向いていいの無理。うわ、キモ。ポイントカードを集めるのが趣味。せっこ。なんもないとこでこける。どうぞ。シャクメルが何年か前のギャグ。ね？そうや。彼女になれへんねんやったら好きでおってもしゃあないわ。あいつのこと思いっきり嫌いになったんねん。心のリセットボタン押したるわ。そうや、あんなやつ速攻メモリーから抹殺や。頑張れやリサ。どうしたの？暗い顔して君らしくないね。その思いをすべて僕に預けて、いつもみたいに笑ってごらん。あ、今日は姉ちゃん来へんね。珍しいな。それでは早速でございますが、彼の好きなとこを聞いてみましょうか ね。もちろん、はい、愛している。愛してます。もう骨の髄まで跡形もなくなるぐらいしゃぶってやりたい。姉ちゃん、なんで出てんの？見たことありますけどね。ねえ、そうですか。彼の好きなとこを教えてください。はい。はい、彼は、すごくお腹が出てて、顔が油切ってて、目が犯罪者のようで、とにかくすごい気持ち悪いんです。いや、それはあんたが嫌いなとこでしょ。彼のそういうとこが好きなんです。そういうとこがたまらない。何言ってんねん。はい、変わってますな。ほんまに変わってますな。ね、そんな私に惚れたんちゃうの？ちょっと怖いです。刺されそうで。何言ってんねん。ええ加減にしや。はい、さあそれでは歌っていただきましょう。曲はリンドバーグで今すぐ次です。どうぞ。東京の上から見かけた川じゃん。うわ、しかも歌えない。人混みの中ドキドキすることやめられない。はい、甘っちょろい恋愛話の続きの前に大事な話だ。新しく購入したこのウルトラヘアデラックススーパーライト、定価75万円。これなら今度こそカツラであることは一切悟られない。さすがウルトラヘアデラックススーパーライト、本日も出動だ。クラスかいな。そうやな。ま、今年もよろしく頼むわ。よろしく。はい、おはよう。はい、おはよう、おはよう。おはよう。あれ先生、カツラ変えたんですね。
カツラじゃないよ、これは。カツラじゃないから。変えてないよ。何やあいつ。先生、傷つく気持ちはわかりますが、初回を。そうだな。すまんな。このクラスの副担任を引き受けてくれることになった舞武国海先生だ。舞武です。皆さん、今日からよろしく。ウィーン。これはお姫様のガラスの靴ですか。はい。これは折れねん。それに消しゴムや。おっと失礼。チビちゃんの消しゴムか。誰がチビやねん。やっぱケイン様や。やめろや。やめろ。やめろ。やめろ。めっちゃムカつくねんて。挨拶がよろしくいんやで。消しゴムガラスの靴やで。なんやねんあいつほんま。よろしくいーん。なんじゃおんねん。この度この部の顧問になりました。なんやと。ほんまやで。ほんまにめちゃめちゃそっくりやねん。でな、もうそのケインとかに似てんの分かったから。でもこんなことってある。そんなことより大谷くんのことはどうな。大谷がどうかしたん。あいつのことやったらちっとも気にならへん。知ってるで。全然気持ち消せてへんやろ。そんなことない。そんなことある。そんなことないや。見せることないと思います。好きなんだから好きでいいじゃないですか。でもどうしたらいいの。簡単や。もっともっと好きになったらええねん。とことん好きになって、そんで今のあんたにできること全部やっとったらええねん。あ、そうだ、お祝いのプレゼント買いました。お祝い。何の。大谷さんバスケ部のキャプテンになったんですよ。そうなん。じゃあそのプレゼントをきっかけにせめてせめてイクリサに返信や。でもイーリサ、プレゼントは恋を治療する特効薬。プレゼント。ないねんそれ。何でもええやろ。そうか。なあ、これあんたのキャプテン祝い言うたらつけてくれるか。嘘やね。嘘。あんたになんか渡すはずないやろ。今めっちゃ渡したいやつおんねん。まああんたには教えへんけどな。そうか、そいつに渡せるとええな。
したいね。生徒が泣いてたらほっとけないな。先生、君に涙は似合わないよ。よかったらその気持ち全部僕に預けてごらん。何やってんねん。今日からマイティームを結成することにしました。マイティーム、何やねんそれ。じゃまさかあいつの。そうや、舞武先生のマイティーム、今日から始動や。はあ、のデザインや。お前な、マイティームとかもうやめろや。本当にとやかく言われる筋合いないやろ。そうですか、すいませんでした。大谷君はシュートにムラがあるな。もっと集中して。先生に言われんでも分かってます。分かってるんだ。そうは見えないけどな。何が言いたいんですか。小泉さんはいい子だ。そんな話関係ないでしょ。なんで君なんだろう。僕が女の子だったら君みたいな小さな彼氏は嫌だけどな。でもこのまま放っておいたら誰かに持ってかれちゃうかもよ。誰かって誰やねん。ほんまに好きなマイティのこと。好きや。大谷くんのことは。大谷
谷君が気持ちを受け止めてくれるまで頑張るんとちゃう。舞武先生は私の傷つくこととか言わへん。やから好き。それ逃げてるだけやろ。ちゃう。大谷君の気持ちが自分に向かへんからちゃうわ。リサちゃん、えらいことになってる。明日舞武先生とバスケで対決するってほんまなん？ああほんまや。マイティって元国体選手やろ。そんなんどうやって。俺の得意な 3-on-3 で勝負や。楽勝や。でもあのマイティ強い助っ人連れてくるって。俺かてな強力な味方2人も手配中。あかんて、勝てっこないやんか。やめた方がええって。あいつに恥かかすよ。見物に用意しといてや。大谷さん、あんたアホちゃうか。ああそうや、アホや。どうせドアのおちびちゃんや。まあせいぜい応援してやれや。大好きなマイティ先生のな。言われへんでも応援します。恥かかすのにちょうどええやんけ。一個聞いてもええかな。ああ、あんたの強力な助っ人って。なんで俺らかな。あんなは任せな。お前らで十分や。でも僕らは初心者だし。今からでもやめた方がええって。そうです。そうはいかんねん。あいつにマイティの泣き面見したるわ。10分以内に多く得点を入れたチームの勝ちです。ハンデあげようか、おちびちゃん。その言葉そのままお返ししますわ。あのお望み通り思いっきり舞武先生応援するわ。すげえ。やばっすー。おい、すげえ、こっちや。気をつけろよ。そろそろ本気出しちゃってもいいかな。愛想だけは見えないかい。
大谷。大谷君。ああ、悪い。大丈夫か。大丈夫かい。試合中止にしてもいいけど。お前にちょうどいいハンデやれるわ。ギブアップしてもいいけど。ギブアップ、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 もうあかんわ。これでええの？ほんまにこんなんでええんか？何やねんこれ。この後に及んでまだあいつの応援するつもり？
てもええから、あんたに惚れてる私をしびれさせてや。ダッサイの持ってやったら早う出せや。やる気出るやないかい。忘れとったわ、アホはアホなりの試合せえへんとな。よっしゃー、あと1分で30点入れてきて。おい、おちびちゃん、神は大違いじゃ。ケチョンケチョンやったわ。うるさいわ。なあ、何、やっぱし俺小泉おらんとあかんな。お前おらんとあかんわ。それってどういう意味な。もっとええ顔せえよ。は、何、今焼きそばパンの味がした。アホか、お前何言うとんねん。よいしょ、行くぞ。おい小泉、行くぞ。
God doesn't show you your destiny. That's right. You'll realize your destiny when you succeed to change yourself. You'll realize that your destiny was beside you all along.When you find your destiny, repeat after me. よろしくい。もしもし、大谷。ごめんな。ちょっと遅れるけど、そこで待っといてや。彼の名前は何て言うんですか。大谷です。大谷君ですか。わかりました。そのテレビを見ている彼に向かって愛を叫んで歌を歌ってください。大谷、あんたのことめっちゃ好きやで。はえ、さあそれでは歌っていただきましょう。みそのでスピードライブです。どうぞ。乗り越え
こいつにも彼氏ができてめでたしめでたし。本当だね。本当だろ。いや、君の彼氏だろ。冗談きついわ。無言。